こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアの銀行を利用するときの注意点。油断すると余計な手間がかかったり損をします。銀行でね、住所変更と電話番号の変更手続きをしました。しかし、電話番号が変更されていませんでした。インターネットバンキングでね、えー、何か、まあ、振り込みとかしようとすると、まあ、携帯電話で SNS でね、ピンが飛んでくると。で、そのピンを、えー、入力しないと先へ進めないっていうのはよくあるんですけど、まあ、そのピンを飛ばす番号がね、変わってなかったと。まあ、そこでもう一度銀行に行って、えー、電話番号を変更したいと言いました。まあ、この時ね、日本だったらなんで変わってないんだとかってところから始まりますけど、まあ、オーストラリアはね、手続きしたのに変わってないとかよくあることなんで、 まここでね、えー、あれこれ言ってもしょうがないんで、まあ、普通に番号変えたいというふうに言って、で、電話番号を変えました。で、変わったところで、まあ、実は先週も変更したんですが、古い番号のまま変更されてませんでしたと。ね。言ったら、あーって感じでね、えー、変更になってるけど、連絡先の電話番号は変更になってるけど、SNS を飛ばす番号は変更されてなかったと。 何それって感じですよね。引っ越して番号、電話番号変わったって言ってるわけですから、もしね、えー、連絡先と SNS の番号2つ変わってたら2つとも変えてくれよって感じなんですけど、まあね、えー、なんでそんな紛らしい仕組みになってんのか、ね、なんで SNS を飛ばす番号は変更しなかったのか、いろいろ疑問はあるんですけど、 日本に住んでるとね。日本に住んでると不思議ですよね。なんでそんなことになるのアホじゃないのって感じなんですけど、まあ、オーストラリアに住んでるとね、逆にまあ普通だなと。まあオーストラリアだからしょうがないと。よくあることだねという気分になります。まあね、すごいんですね。何やってもスムーズにいかないっていうのが、まあ、オーストラリアのデフォルト。 なんでね。まあまあ、こんなの、えー、朝飯前というか、まあよくあることだねって感じで変更してきました。まあ、今度はね、無事変わってましたで。ちなみに銀行といえばね、こんな面白い間違いもありました。まあ、このね、えー、可愛らしい女性、21歳のフィリピ,ィリピンからの留学生、えー、460万ドルのプレゼントと、ウエストパックがね、460万ドル女子大生の口座に振り込んだ。ね これがそのニュースの記事です。で、まあ、どういうことかというと、ウエストパックが、えー、シドニーの女子大生の口座に460万ドル振り込んだと。で、女子大生は毎日5000ドルずつ引き出して、ビトンのバッグなどの贅沢品を購入して300万ドルを使った。4年後、あと160万ドル使い残してるけど、なんかね、なんか、えー、連絡あったんでしょうね。で、実家のフィリピンにトンズラしようとして空港で逮捕されたと。 なぜ振り込み後4年も気がつかないと。ね、毎日5000ドルの振り込みで300万ドル、ね、送金できちゃった。このウエストパックにはセキュリティシステムとか監査とかないのかと思うところなんですけど、まあそれもね、まあオーストラリアだからしょうがないと。ねえー、よくあることだねと。てか俺にあれよって感じなんですけどで。ところで私はね、まあまあオーストラリアだからしょうがないと思う反面、 オーストラリアはとんでもないミスがあると。ねえーまあ、電気やらガスやらインターネットやらね、駐、え、車、ー、違反やら、あれやこれやいろんなミスがあって毎月ね、えー、4時間、5時間、6時間相手はね、隙あらば電話切ろうとしてるんでね、こっちは切らせまいとしてこうなってんだっていう交渉をずっと、ね、毎月毎月続けておかげで英語できるようになったと。ねえー 家福はあざ,あざなえる生のごとしって感じなんですけど、もとい、いろんなトラブルがあるんでね、まあ、オーストラリアで、まあ、私が、えー、防衛策として、ね、銀行をどういうふうに使ってたか。まず第一、デビットカードは極力使わないと、ね。これね、デビットカードでね、30ドル使ったらね、間違えて3000ドル引き落とされたとかね、えー、3万ドル引き落とされたということがね、 たまにありますで。たまに行ったってね、えー、日本で住んでて宝くじ買って当たるよりははるかに高い確率でたまにありますで。そんなことになったら大変だからね、えー、カードを使う場面では日本のゴールドカードを使ったと。ね、銀行が出してるデビットカードはもうほぼ使わないというふうにしてました。じゃあその銀行どうやって使ったかっていうと、 まず銀行に行ってね、銀行の支店で空いてる時間に ATM でお金を引き出すと。なぜなら銀行の営業中だったらね、ATM にお金が足んないっていうのはあんまりないです。何しろ一度にね、500ドルとかしか引き出せないんでね。で、仮に引き出せなくても銀行が空いてる時間に今、今ね、今出てこねえぞって言ってすぐ警備員呼んで銀行の窓口行けばね、えー、まあ、 本当だ、ね。お金出てないね。お金が足んなかったんだね。っていうのが分かるんではなかろうか。ということでね。営業時間中に銀行の中の ATM でお金を下ろして、その現金を使うって形にしてました。あと、銀行でお金預けるのはね、必ず窓口で預けてました。オーストラリアの ATM ね、日本みたくね、優れてないんで、数えていくらですねって言って預けるシステムじゃなくて、 封筒に自分でね、500ドルとか1000ドルって書いて、その封筒を機械に入れると。で、封筒を、えー、銀行の人がね、開けて、書いた通り入ってるかどうか見て、で、入ってたら入金するって仕組みなんで、これしょっちゅうね、えー、封筒に入れてお金入れたのにね、入金されてなくて、問い合わせてもね、いや、そんな入金なかったね、というようなことがね、起こってるっていうのはね、えー、ブログやらなんやらで見てたんで、まあ、必ず、 えー、窓口で預けてました。預け入れの時はね。まあ、銀行、おそらく銀行口座使うことがあるかどうか分かんないですけど、まあ、これぐらい、えー、慎重にやらないと何があるか分かんないと。ねえー、逆,の逆にね、預けたのに、えー、預かってないとか、ねえー、引き出しがお金でできてない引き出したことになってたっていうのはあるけど、逆にね、えー、なんとね、460万ドル間違えて振り込んじゃったというようなすごいこともあると。 えー、日本だと考えられない、ね。すごい間違いとか、間抜けな間違いとか、どうなってんのかよくわかんない間違いがあれこれあるのがオーストラリア。ねえー、だからオーストラリア、ねえー、ならではの、ならではのっていうか、こんな、ね、複雑なことやったら間違えるだろうなとかね、えー、そういうのはね、えー、想像力働かせて間違いがこ起こんないように使わないと、まあ、えー、結構ね、 やばいこと、やばいこととかめんどくさいことになるのがオーストラリアのデフォルトなんでね、えー、また気が向いたら、あるいはリクエストがあったらね、えー、まだまだすごいこと、まあ、この460万ドル振り込まれたぐらいですごいことはめないんですけど、まあ、えー、そんなアホなことあんのというようなね、えー、すごいことはいくつもあるんでね、えー、またそれはシェアしたいと思います。そんな形で今日は銀行ね、 えー、電話番号一つ変えるんでも一度ですんなりはいかないと。ね。なぜならそれがオーストラリアだというお話でした。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。